彼岸じゃらく三浦哲夫「この春もまた彼岸の入りは夜明け方から青黒い雲が低く垂れ込めて生暖かくどうやら例のじゃらくの気配で今のうちに凍てついた道が解けてぬかるみにならないうちにと早起きして墓参を済ませることになりました。 北のこの地方では毎年春の彼岸になると決まって人世の風雪に見舞われるのが習わしです何でもシベリアに座っていた換気団の衰えに乗じてやってくる温帯低気圧とやらの仕業ということですが日中の雲が暮れ方からみぞれに変わり夜には濡れ雪になり東南の風も募って 一晩中吹き荒れるという、まるで年中行事のような春の嵐で、土地ではそれを昔ながらに、彼岸蛇落と呼んでいます。じ蛇落の語源など、今ではもう知る人もありませんが、これが吹き過ぎてしまうと、どういうものか、途端に冬枯れの野山がめきめきと春めいてくるのです。 高台の寺へ登る長くて勾配のきつい一段道は気軽な時でも還暦の足腰には応えるのですが今朝は着膨れている上に一冬入って滑り止めの金具もすっかり緩んでしまった雪桁です蛇の目傘を男のステッキのようにして時折どっと吹きつけてくる 雨毛をはらんだ裏山おろしにたじろぎながら登っていくと、山門の脇に六体並んでいる石柱像のま新しいよだれかけが小旗のようにはためいていました。栗の土間には味噌汁の匂いがこもっていました。板壁の棚に並んでいる木やブリキの手置けの中から。 目印に店の屋号の頭文字だけ書き込んであるのを探していると奥から寺男の登めさんが歯を吸う音をさせながら出てきて難なく見つけ出してくれました「奥さんはまたお早い子って」「なんだか雲行きが怪しいもんだからね」「このあんばいだと今夜あたりがじゃらくでやんしそう せっかく墓地に行き道をつけましたっけだな。とめさんは一緒に出てくると鐘楼の影の水道から手桶に水を入れてきてくれました。これはおらが持ってってあげます。い,いえ大丈夫。足元は少々頼りないけれど腕力はまだまだあるの。んだら傘ば置いていきなされ。 降りりだすままでにはがしょう。もし落ちてきたらずま屋にでも入っていらせおらが迎えに行ってあげるせっかくですから蛇の目は預け両手に鼻の包みと手おきを下げて歩き出すと「滑らねえようにな一歩一歩しっかり踏んで」。背後からそういうとめさんの助言です。 雪下駄でせいぜい足元を踏みしめるとまだ凍てついたままの墓地への小道に緩んだ滑り止めの金具がチャラチャラと音を立てました朝こうして雪下駄のくたびれた音を聞きながら墓地を歩いているとああ今年の冬もやっと終わるのだなという考えが湧いてくるのですがそんな悲願は恵まれた方で 大雪の年や、一足早くじゃくが吹き荒れた翌日などは、さすがの富さんもろくな雪道を付けかねて、仕方なく途中の道端の積雪に花を横たえ、遠くから墓を拝んで引き返すほかはないのです。幸いこの冬は雪が少なく、今朝は結構な雪道で、どうにか墓までたどり着くことができました。 両親も夫も夫ってある古色騒然とした先祖代々の墓ですが昨日孫たちに打賃を弾んだ甲斐があって小ざっぱりと片付いています花を供えた元に入れてきた線香を炊くなどしてから道中で心ならずも半分はこぼしてしまった手桶の水で墓を潤していると 最初の一粒が鼻筋に来ました。手けの水が跳ねたのかと思いましたが、そうではなくて。早くも、じゃらくの前触れです。裏山へ目を上げると、過ぎ子たちに走るまばらな雨足が見えました。上り追いの多い斜面の広い墓地ですから。誰でも雨宿りしたり、一息入れたりできるように。 ほぼ中央に杉川吹きの簡素なあずま屋が設けてあります。大したふりでもなさそうでしたが、季節の変わり目の雨に濡れるのは禁物ですし、いたずらに帰りを急いで滑って転んでもなりません。それでひとまずあずま屋へ逃げ込んで、傘の迎えを待つことにして、手早く後始末をし、ショールを頭からかぶって 墓前を離れたのですが吾妻屋の手前まで来て思わず立ち止まってしまいました。てっきり一番乗りだと思っていたらすでに道端の墓の一つに目の覚めるような黄色い花がどっさり手向けてあったからです。あ月見草一瞬そう思いましたが今頃月見草など咲くわけがありません。近寄ってよく見ると やはり出来のいい増花でした。しかも月見草にしては花びらが細く、ふっくらした感じに欠けていて、一輪に二枚ずつ茶色い縞模様のが混じっています。商売柄、花には多少の知識があるものですから、これは月見草ではなくて、洋種のアルストロメリアを真似たのだろうと思いました。 東屋のベンチからもその花は見えていました離れて眺めるとやはり月見そうに見えるのですまだ真冬そのままの色のない墓地に黄色い炎が燃えたつようですあの色は造花の作り手の好みだろうかそれともあの墓に眠っている人が生前黄色い花が好きだったのだろうか 小路についた雨粒をふるい落としながらそんなことをぼんやり考えていると唐突に一人の少年の顔がひょっこり目に浮かんできてびっくりしましたそれがこの40年間一度も思い出したことのないもうとっくに忘れたはずの顔なのですからどういう風の吹き回しだったのでしょうついどぎまぎして 誰もい,ないのに急いであたりを見回したのが我ながら滑稽でしたのたその少年というのはまだ高等女学校を出たばかりの戦争末期に一度らくのようなものにそそのかされて危うく身を捧げようとした相手の杉太郎です。私の成果は この城下町ではのれんの古い仁平という屋号の和菓子屋ですが、子供自分には家族のほかに住み込みの男衆がいつも4、5人はいたものでした。菓子作りの職人が2人と、あとは年長の見習いやデッチたちですが、その後戦争が拡大するにつれて、その男衆が次々と兵隊に取られ、 ととうとう足の悪い職人が一人きりになったところへ見習いで入ってきたのが杉太郎です近在から出てきたこの木こりの子は私より一つ年下で一人娘の私は町の女学校の4年生でした杉太郎は山育ちなのに色白で華奢な体つきの少年でした重長で額が広く 眉も目も少し釣り気味でごく短かった坊主頭がまるで反ったように青々と見える実際初めてこの新入りを見た時なんだか山寺から来た運水みたいなと思ったことを覚えています無口で無愛想でしたが根が素直な立ちで両親ばかりでなく 気難しい職人からも珍しく目をかけられているようでした。その杉太郎の眼差しがなんとなく気になり始めたのは、梅雨時に火傷の手当てをしてやってからです。新入りの見習いは、かまどにかけた大鍋で餡を練るとき、決まって一度や二度は手や腕にうっかり煮えよりも熱い飛ばしりを受けるものなのですが、 杉太郎も例外ではなく右の手首に派手なやけどを負ったのです私の生果ではやけどの手当てには油薬ではなく炊いたご飯を用いていましたよく練ったご飯を和紙に厚く伸ばしてそれを患部に当てるのですご飯が固く乾いたらまた新しいのに取り替えて それを何度か繰り返しているうちに、火傷はだんだん熱を失って、火ぶくれせずに乾いてしまいます。杉太郎の手首も梅雨が明けないうちにあらかた乾いて、これが最後と思われる包帯を巻き終えてしまうと、ふと男のものとも思えない滑らかな肌に未練のようなものを感じてしまいました。 女みてえな手のくせに随分お飯ぐらいだったなそう言って笑いながら目を上げると思いがけなくじっと見つめている深い眼差しに出会いついうろたえて「おしまい二度とやけどの世話はごめんだえ」と腕を荒っぽく放り出して背を向けたのですがそれからなのです。杉太郎の私を見る目が、 ある種の力と潤いを帯び始めたのは正直に言えば私自身彼に全く関心がなかったわけではありませんそれどころか人知れず恋も興味も抱いていていずれは恋も知らずに婿養子を迎えて家業を継ぐことになる我が身が無性に心をわびしく思われる夜など 杉太郎相手の夢をおもうさまに描いてうさを晴らすことさえあったのですけれども面と向かえば家付き娘と使用人で朝夕の挨拶以外はろくに言葉を交わすこともなく過ぎていました親同士の計らいで養子縁組の約束が整ったのはその翌年の正月のことです 相手は隣町の穀物どん屋の次男坊で、大学生でしたから、挙式は3年後という約束でした。私としては、それは抵抗しがたいなり行きにしても、せめてこの3年間に夢をかけてみたいという気持ちだったのですが、何事にもひたむきなぎ太郎にはそうもいかなかったようです。 ようやく遅い夏の暑さがやってきた頃突然父の口から意外なことを聞かされて驚きました杉太郎に暇を出すす。というのですそれというのも本人が菓子職人を諦めたばかりかこともあろうにいつの間にか海軍の飛行機乗りを志願しすでに試験にも合格して入隊の日が迫っているというのですから。 開「いた口が塞がりません一体彼に何が起こったのかもしかしたら私の婚約でやけを起こしたのではとも思われましたが歯がゆいことながら私には彼に包囲を促す権利も力もなくてただハラハラしながら見守っているほかはありませんでした。 私にじゃらくが吹き荒れたのは家内でささやかな送別会を催した晩です。お酒代わりの山ぶどうの搾り汁を冷たい井戸水で割ったのを一息に煽った杉太郎が柄にもなく力んだ声で詩吟をうなるのを聞いているとわけもなく「この子は死ぬな」と思われすると胸底からどっとこみ上げてくるものがあった。 泣き出してしてまうそれきり自分で自分がわからなくなりました後で杉太郎を町外れの河原へ誘い出したのも到底いつもの自分の仕業とは思えません広い河原はちょうど月見そうな花盛りでそれが嫁にも白く見えていました鉄橋の真下で 彼に背を向けてこう言いました。おらの選別あげる好きなようにしなせ半袖シャツを脱いで手縫いの父宛てだけになりもんぺもひもをほどいて足元に落としましたけれども息をのむ気配ばかりで杉太郎の手はどこにも来ません早く早くしなせ やがて背後で音もなく駆け出す足音が起こり私は呼び止める気力もないままにしばらくの間その足音と一緒に遠のいていくじゃらくのざわめきに耳をすましながら抜け殻の胸を自分で固く抱いていました墓石の間に駆けてくるとめさんがちらちら見えて電池から腰を上げると またしても雪下駄のくたびれた金具が気恥ずかしい音を立てました。